久しぶりですね。ポスター久しぶりだな。ズビンゴー。はい。いや早いわ。早いわ。いや。どこ？最終位置を言ってください。オーツ、カフェエリア、人の手前、シールド。え？全員言った？本当に？うん、言った。上からもう一回言ってけば。言って言って、アグトさんから。だからシールド、オーツ、ウェポン、ナビゲーション、カフェテリア、エレクトの前。死んでたのはアドミンです。の中央ら辺で死んでて。でその後に左下のベントに使ってバイバイする人が見えたの。でも色がマジで見えなくて。アドミンの左下でベントしてたんだったら右上にダウンロード4人ぐらいだよね。俺がダウンロード終わったタイミングで後から1人来たんだけど。俺アドミンか。カフェテリアでしょ。ね、テラゾーさん、リオンさん、ツナンナ。ツナンナはウェポンでやってるの見た。私ウェポンでシューティング、うん、ここの4人は違う、うん、違うね。そうだね、最初にスナパイさんがナビゲーション側に抜けてったのは知ってるけど、ナビゲーションのベント使ってアドミンに戻って殺したんだったらわからないけど、ナビゲーションのベントでアドミンには行かないんじゃない？ナビゲーションの奥の通路のベントね。あはいはい。まず通報した八尾さんが開いたことを確認してる時点で、他のところに出てないと思う、まず。うん、まず、潜ったまま通報されてると思うから、うん、その、見えてる人間は白で置いていいんじゃないか。まあ、だから、ね、現状だとスナッパイナギアルトが、俺の視点的には、うん。まあ、確かに俺の周り誰もいなかったからね。そう。あとは、ヤオちゃんが、あの、場所聞いた後に死んだ場所も行ったから、ヤオちゃんがずらしてる可能性もあるとは思ってる。それはなくもないけど、あ、でも、ユイさんを。リさんをストレージら辺で見てるから、穴がち、まあ、そんな遠い場所じゃないとは思う。うん、そうなんだ。とりあえずスキップです。あんまり絞れなかったね、でも。いや、もう、あ、色、色ーって思いました。あっぷね。あっぷね。俺、絶対見られたと思ったわ。意外と下見えないもんなんやね。どこだ？はいはい。どこですか？アッパーエンジンのメッドベイ側の入り口。アッパーエンジンのメッドベイ側の入り口。はい。近くないな。さっきの伏見の初動通報を信じるのであれば、残った候補がスナパイナギアルトだったので、うん、アルトさん映ったらいいんじゃないかなって僕はこの事態状況を見て思いはしましたけど。スナパイナギアルト。スナパイナギアルト。まあその時の状況はそうだったね。あ、本当だ。まあ、俺釣ってもらっても構わないけど、八尾さんは注視して見ておいてください。え、今回の事件だと思えないね。八尾さんストレージの下の方で助けやってるのに誘惑してるんだ。今回の事件とかじゃなくて、ユイさんの件で関してってこと。アルトさん視点は鈴なぎスナッパーアルトで上がってたから、自分自身じゃないと考えると八尾さんしかいないってことでしょ。つまりそう、うん、今回そのユイさんの件に関しては八尾さんだと思ってる。オッケー。
でも6人で必ず釣らないといけなくて、アルトヤを両方釣りして、もうやっちゃったけど、うん、アルトさんはどこいたの今。俺エレクトリカル、ヤオさんと一緒にいた。あ、いたいた。ああ、そうなんだ。で、今回の殺人は絶対無理、ずっと一緒にいる。ずっとは一緒にいない。あ、途中から一緒だった、うん、で怖かったから距離取りながらタスクしてた。まあ、アルトヤをロラするかどうかを話すべきかなって思いますけど、うん、あのさ、俺とさ、アドミン前の通路でさ、すれ違ったの誰だっけ。バンドレットです。バンドレットさんか、うん、どっちから来た。カフェテリアからアドミンの方向かって、寺蔵さんがストレージからカフェテリアの方に向かっていくと、エンディングですれ違ってるよね、うん。カフェテリアで作業してそのまま下に来たの。ウェポンとかアッパーエンジンとかどっちから来たとかない。うん、開幕 O2 からの方から来たよ。ウェポン側からカフェテリアと行ってる。なるほど。バン君ってまだボタン残ってるよね。ボタン残ってる。残ってるよね。俺釣っていいから、釣ったら速攻で押して。じゃあロラしてほしいってことね。うん。了解。そうか。わいが押した。これロラする？まあそこ。いや、まあ話すだけじゃない、うん、とりあえず。うん。とりあえずはね。ヤオさんの証言がそんなに怪しいとは思ってないから。まあ逆にこの時間富士見支店からの、スナパイ鳴き殺しの話を聞く時間でもいいと思う。で、その時間、はい、どうぞ。それでなんか不審な点があるんだったら結果ロラ。でいいんじゃないかなって思うけど、その時はカフェテリアから下に行こうとしてて、一旦行動が止められたの、壁が落ちてきたから、うん、その後アドミに行ってカードキーリーダーをやってたら、なんだっけ、何かの左側の何かのアラートが鳴ったんだっけ。リアクターが鳴ったから、カードキー終わらせていい子って思って、ストレージ真ん中ら辺で終わったから、ストレージの右下のゴミ捨て場をボコってやって、終わってからエレクトリカルに行って、はいはい、あと私視点だったら後からアルトさんが入ってきてから、うんうん、あ、怖い怖いと思って距離取りながらやってた。うん、で最後かな。なるほど。まあ、最後じゃあ一切左上行ってないってことだね。そうだね。最後っていうか、まあその時はアルトさんは後から入ってきたの。のはず。じゃあ今回アルトさん殺しじゃないってことになるよね。さっきの2人の。うん、まあそうでしょう。うん、いや正直ね、あのヤオちゃんが犯人だとするなら、ここをサボタージュを起こして、とりあえず一人殺そうとするかなって思うのでもあって。いやー、つなやおの可能性が。いや、私それだったらもうサボタージュを起こして、とりあえず殺すよ。いや、だってどうせキルクール上がらないじゃん。何が起きても。速攻で解除しに行けば。ロラするかしないかまず決めてもろって。しないだったら俺は釣っといた方が。まだ結構タスクあるぞ。でもそう。まあ幽霊クルーメイトだったら幽霊のタスクはやりやすくないと思うけど。する？だって2残りだったら1キルで死ぬんでしょ。まあそう。無理。する？うん、俺は釣った方がいいと思う。あ、無理ですね。じゃあツナさん一緒に行こう。私多いけど。あなた死んでるぞ。え、嘘、1キルで死ぬの？なんでだよThank you.
ナイスナイス。とりあえず3人状態で終わってないことから、伏見あるとのでどっちか一郎は連れてると思います。そうだね。で、ツナンナが死んでました。リオンさんはメドベイにいましたよね。手で直したのは誰ですか？手で直したのは誰ですか？俺、ロアンエンジンから来てる。リオンさんはメドベイからカフェテリアからストレージ。ストレージの方から来てると思う。うん。え、直したタイミングで、いや、俺が中央してる。直った直後に。ああ、なるほど。バンさんと一緒に下に抜けたよね、最初ね。一番開幕、まあでも停電の時に殺人起きてるかなと思うから、エレクトリカル周りの話を聞きたいなって思ってるけど。俺の行動全部言うよ。カフェテリアからストレージ抜けて、ストレージでタンクの、ガソリン積んで、ロアエンジンの左下の、タンク入れてる途中で停電になったから、エレクトリカルに向かってエレクトリカルの停電を補修した。じゃあ、リオンは言うね。メッドベイでスキャンのタスクをやって、うんうん、で、メッドベイの時に、バンさんとすれ違ってる、うん、で、カフェテリアを通り抜けてアドミンで、ダウンロードじゃなくてアップロードしようとしたら停電になったから、停電直しに行こうとして、ストレージ通ってエレクトリカル行ったら、テラドさんが直してた。バンさんは？俺は、最初のテラドさんの行動の後に、メッドベイのポーションとスキャンがあったから、ポーションをしてスキャンをした。うん、で、スキャンのところから確かに、スキャンの位置から動くリオンさんを見てはいる。で、上方向に行った。ベントとかは通らずにね、ちゃんとリオンさん上方向に行ったのを見ている。うん、で、そこから僕は押しているので、行動的にはまあテラゾーさんかな、じゃあ。って思うけど、停電中に殺害が起きたんだったら、まあ、リオンさんの行動は通るかなって、停電直るのちょっと遅かった感はあったから、テラゾーさんの行動履歴を聞く。そんなでもなくない？ね、メッドベイでバンさんとすれ違ったとき、うん、多分私のこと殺せたんだよな、あれ。待って、ボタン押せる？俺は押せない。私が押せる。これ、厳しいな、ちょっと俺は押せるよ。マジか、黒塗りしてくんのか、わかんなくなるじゃん。俺がボタン押してるから、リオンさん押さなかったのボタン。うわー、間に合わなかった。もう時間なかったね。ボタン押す時間あと2秒だったから、ナイスタイミングでリアクターだった。そうなんだよ。なるほどね。まあ、サボタージュの方が先にできるようになってるから、ね。そうそうそう。そもそも。サボタージュ。超連打してた。サボタージュはもう完全に任せだ。もうここまで行ったら俺がやんなきゃダメだからどっちも滑られた瞬間に遠回りしてね私がボタン押しに行かなきゃと思ったアドミンってあれ見えないんだね意外といや私絶対見てると思ってたからあ見えないんだってえユイさんぶっ殺してあアルドさんかでそのまま弁当に入った瞬間にヤオさんが来たっていうかヤオさんがアドミンに入った瞬間俺まだ弁当の上にいたよ見えてないそれは本当にじゃあ本当に視界見えないんだねんだ多分視界以外の真っ暗範囲内で弁当だけあれ狭いんだって感じなんじゃないあじゃあ逆に弁当入んない方が良かったんかなあれ多分アドミンで死んでたのその場合どうすんのめっちゃめり込んでたの本当俺が通報するんじゃなくて八尾さんに通報させて俺がシールドにいたって言い張ればいいうんシールドにうんまあでも最初の詰め方は合ってたってことだね当てた、当てた。当てた、当てた。心配なきゃあるとも。もうあると殺すしかない。ごめんと、殺した。あれは、あれは全然僕殺されに行ったのでいいんですけど。いやー、色が見えねー。